と何か違うな。胸騒ぎで起きるあなたは日曜日の朝荷物をまとめてた。揺れる神様ならこの瞬間の世界を消してしまう。君が隣にいない明日を心の隅で願ってしまうの。これ以上私は困らせないでよ。避けてても君を幸せにするなんて言うんでしょう。夢だって破り捨てて白紙にできるとか愚かなこと言うのもやめて。でもこれからもいい友達でいたいな。なんてこれ以上僕を困らせないでよ。朝日が優しいな。何から始めようか。